5学年の女の子に誘われて、で興味を持ったので少年団に入りました。遊びみたいな感じでやってたけど、なんか監督とかがいろんなことを指導してくれて、なんかサッカーが楽しいなって思って、負けず嫌いだからとりあえず負けたくないっていう気持ちで頑張ってきました。自分ちっちゃい方だから、なんか競り合いとかの時には結構負けたりします。部活動ではトップ下で、クラブチームはトップ下かフォワードをやってます。なんか全体の中心だから、周りをよく見てプレーするようにしてます。リフティングとかそういうのは好きで、結構自主練とかでやってます。体力がないので、なんかご飯とかたくさん食べて体力をつけていきたいと思ってます。できればサッカーを続けていきたいし、スポーツ関係の仕事に就きたいと思ってます。去年九州大会を制覇することができなかったので、今年は自分たちが中心になって九州大会制覇して、で全国大会でも多く試合をしていきたいです。キャッチマイドリーム。